怪しいね、やっぱ負けは。失点してもそこから逆転するって相当な熱量必要だよ。でも個人っていうよりチームでどうするかっていうのは考えながらやらないといけない。そこは今日はチャンスもあったし、でも勝てなかった。理由がある、それなりに。やっぱアザス純也がボール持った時はもっとこっち見てよっていう場面があったから。すごい言葉は悪いかもしれないけど、絶対勝つために得点は取れなかったので、そこ決めないから結局失点して。次の対戦相手、ああ年賀風で最後フィニッシュのところ思い切ってバットにしっかりやっぱり詰めていくと、いい試合できてるじゃん。俺たちはダメだから、とにかく勝つためにみんなでまとまって全員で勝つんだよ。よっしゃ、フォーム行こう。時間ないぞ、時間ないぞ。やばい、これはほんまにやばい。前半最後取っとけば変わってたのに、 1-0 で折り返してたらだいぶ多分変わってたと思うんですけどね。ちょっと自分の責任ですね、これは。最後いやマジで悔しい。あー難かったな。前半戦えてた分守りきれなかったのがやっぱ一番悔しいですね。前半のいいところっていうのをキープできなかったのがちょっとディフェンスの課題かなって思います。ダイさんが持つと長いボール蹴ってくれるっていうちょっと頼ってる部分があって、やっぱ自信を持って後ろでもう少しボールは使えるようにならないと、やっぱロングボールロングボールのディフェンスになるときついと思うんで、途中ちょっと敬語と喋ったりとかで、中盤に一本いいパス当てるっていうのができたらなっていうのはありました。1失点目のところはチームの攻撃が結構ロングパスばっかりだったんで、ちょっとこう幅出したかったっていう、言ったらちょっとこう色気出した瞬間で、でもそこのところで、やっぱり、チームが全体がこう間延びしたり距離が悪い中で、そこを使うべきじゃなかったなとちょっと思って、いやすごい反省してます今、はい。ちょっと前線のところがそう空いてるの見えてたんですけど、これからその強い相手と戦っていくときに、やっぱりそれ一本だけだと対策されたら攻めていかなくなっちゃうんで、ちょっと幅を出したくなっちゃったという。相本交代と、ボランチ行ってこい、楽しんでこいと言われて嬉しかったんですけど、不安がぶっちゃけありました。俺大丈夫かなって、そんな試合でした。心境は守備の時にさ、もう最後さ負けててみんな行ってんのにさ、ここサイドバック行ったのにボランチのとこ空いてたりしてんじゃん。ああいうの結構、結局心がエネルギー使ってんのにここで使えてなかったらさ、ここが無駄橋になる。フォワードを追っても、取った後の1本目の、いやマジそうなんよ、ボラン後半アザスト陣はちょっと寝れなさすぎたから、あれちょっときつかったね。ボール持った時にやっぱ焦っちゃうから、全然もうミスしていいから、それで適当にパス出すよりもミスして見て遅れて取られた方がいいから、わかりました。もう1個目つなぐっていう意識をもっと持った方がいい、はい。後半心臓が死んでたから、ボランチは
いやもう本当勝ててホッとしてます。素晴らしいチームですし、まずやっぱ対戦してやっぱみんなが熱いハートを持ってる。最初危ない場面があって、逆にあそこで決められてたら逆にやられてたかなっていう、もう本当に紙一重だったかなっていうふうに思います。20分をやっぱさらにもうこうテンション上げていくよっていう形で、やっぱりもうピンチもありチャンスもありどっちに転ぶか分かんないけど前に行くよっていう形での指示でしたね。そうですね、やっぱトップの選手タカさんですか、あやっぱ体も張れるし起点になってて、やっぱうちがあそこは苦しいんだなっていうのと、やはりキーパーからのやっぱフィード、やっぱりキック良かったですね。やっぱり苦しめられるというか、取った瞬間スパーンと行ってたんで、何本かやっぱそれであっていう場面がありましたね。本当に選手頑張ってくれたと思いますし、まあ、チャンスもね何度かあったんですけど、やっぱりあれを決めきるっていうところだったり、多分おのおので、まあ、僕も含めてですけど、まあ、システム変更したりとかちょっとトライさせてもらった部分あったんですけど、その中でやっぱどうしても勝ちたいっていう気持ちだったんですけど、やっぱりその失点してからの少しトーンダウンっていうか、チームとしてのやっぱ距離感が少し開いてしまった。それまでやっぱすごくいい距離感でカバーしお互いがし合ってたので、だからこその、ね、最後のところでどうにか止められてたと思うんですけど、ああいう時こそまとまりじゃないですけど、あそこの中でどうにかやっぱあそこから逆転するって相当な力いると思うので、僕もたくさん経験ありますけど、やっぱそれを促せるようなチームにしないと僕自身も思いましたし、このチームはもう下を向いてる暇ないので、負けたら悔しいですし痛みも時には伴いますし、それを学びにしないといけないと思っているので、まあ、選手たちにはね、本当はまあハードワークしてもらってくれたと思うので、まあ、あとはその戦い方だったり個々でのね、反省材料だったりそういうのをまた次に生かせるようにしたいと思ってます。敬語を高の近くに置きたかったっていう部分と、少しまあ歩ももう少し やりたかったふうに思ってたんですけど、まあ、そこの距離感の近さでどうにかね得点に近づけたかったっていうのと、まあ、拓也がすごく動けてましたし、運動量的な部分とあと攻撃のクオリティというか推進力な部分で高1枚残してで3の部分でどうにかねギャップ感でこう前を向いてもらったり展開してもらったりっていうのをちょっと期待して 4-2-3-1 にして、はい、やりました。まあ久しぶりにこうやってね顔合わせてモチベーション高くやったんですけど、まだその練習量的なものも含めてコンビネーションとか僕はちょっと一つのワードで絆って言ったんですけど、誰が出てもやっぱそういうものを促せるように僕自身もチームにねしっかりみんなに伝えられるようにしないといけないですし、あとはまあ本当結果っていう部分を求めていかないと、どうしてもね選手たちもそうですしチームとしても進む上で結果っていうのは非常に重要になってくるので、結果をこだわりながらやっぱね内容もしっかりと詰めて自分たちの成長に促したいと思ってます。お疲れ様でした。悔しいねやっぱ負けは。途中ねシステム的な変更で俺がトライさせてもらった部分もあったから、そこはちょっと申し訳ないと思いつつも、俺自身もやっぱりチームとしてねどうやって促すかっていうのはすごく学ばされた、まあ、試合だったので。でもみんな青森山田とはやった時とかだいぶ違うと思うんだよね、感覚的により悔しさが濃く残った敗戦だったと思います。チャンスもあったし決めきれればとか各々で、ね、ミスとかも含めて俺のせいだって思う部分はあるかもしれないんだけど、俺らは悔しいし時にはミスしたら痛かったりするじゃない。そういうさ痛みを学びにしないといけない。なぜかといったらすぐ試合が来るし、うちらは一個一個こだわっていかないといけないから、痛みも失敗も全部そう、痛みは学びにしないといけないし失敗は糧にしないといけない。このチームはだから俺もそう、俺にも責任がある今日は。だから申し訳ないという部分は多くある。だけど俺はもうとにかく次の試合だよね、勝つために。あとちょっとこの試合の中身を言えば、本当ビッグチャンスっていうのは何度かあったと思うし、そこは決めきるか決めきらないかっていうところ、そこに関してはねやっぱこだわっていかないと、より質を上げていかないとっていう部分。あとは久しぶりの失点、失点するまでは距離感よく戦えてたから誰かがやっぱカバリに受けたりとか、でも失点ねした後どうしてもチームとしてトーンダウンしたよね。距離感がやっぱバラバラになってしまったり少し間延びになってしまうとボールを取りに行くっていう姿勢は見えたんだよ。でもそれが裏目に出ちゃう時がたくさんある。だからその部分はチームとして改善しないといけない。失点してもそこから逆転するって相当な熱量必要だよ。でも個人っていうよりチームでどうするかっていうのは考えながらやらないといけない。そこは
俺がやるってボールを取りに行って穴を開けてしまってはやっぱりバランスをね崩れてしまうし、あの失点した時よ、失点した時にね、一人でも一人のやつが奮起するか顔を上げるか、次だって熱量をまたぶつけられるかっていうのは本当今日の試合で改めてみんな選手感じたと思うんだけど、やっぱりあそこだよね、あそこでどんだけこう背中をみんな一人でも押せるかっていうところだよね。ミスした当事者とかさ、グッとくるものあるかもしれないけど、そこはやっぱり俺らの目標は勝つっていうことだから、そこの部分は学びましょう、みんなで刻みましょう心に、さらなりね熱量というか、それで逆転できるだけの力はあるし、今日はチャンスもあったし、でも勝てなかった理由がある、それなりの俺も含めてみんなには良かったところだとね、その改善する部分っていうのは個人的にもちょっと俺もしっかり映像を見て伝えたいと思うんで、だけどさっき言った通りね、とにかく軸として俺らは進まないといけないし、学びにして糧にしないといけない、勝つっていうことをもう一試合一試合も求めていかないといけないから、絶対心がこうバラバラになるとかそういうことだから絶対にやめようね。次の試合ねまた切り替えてすぐあるから勝てるようにやっていきましょう。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。今日俺が感じたことはやっぱ那須さんもさっき言ってたけど、やっぱ失点することが絶対どっか出てくるわけであって、やっぱ山田の時も今回も失点した後にまたすぐ失点してっていう、失点した時にその前よりもっとある熱量でやんないと絶対逆転できないし追いつけないしっていう部分で、やっぱ失点した時にこう下に下がっちゃうみたいな、その部分はやっぱみんなでちょっと意識して変えていかないといけないっていうのと、守備はすごい集中できてて、でもボール取った瞬間の最初のパスだったりっていうのが全然繋がってないことが多くて、俺最初中盤入ってて最後フォワードの方に入ってたんだけど、やっぱもっと出せるじゃんって思うことがあったから、まあ、特にやっぱアザッス純也がボール持った時はもっとこっち見てよっていう場面があったから、1本目のパスっていうのをすごい大事にしてやっていったら、まあ、もうちょっと変わるかなっていう、まあ、あとやっぱ闘争心っていう、まあ、上手い下手なんかこのチーム全然多分那須田も求めてないし俺も求めてないし、やっぱその戦うっていう部分を前面に出してもっとやっていかないと、やっぱそんなめちゃめちゃ上手い集団なわけじゃないし、絶対その部分がないと勝てないから、まあ、そこは大事にしてほしいなっていうのは思いました。まあ、後半のメンバーが途中から変わったりとかいろいろ変わったりした中で、やっぱメンバーとかやっぱ闘争心を強く持ってる選手が抜けて後から入ってきた人が、メンバーの代わりに出てるんじゃなくて、ポジションを奪うぐらいのやっぱ熱量とか気持ちとかで入ってきてもらわないと、もともと打った側をさらにこう鼓舞させるぐらいの気持ちで入ってきて欲しかったっていうのがやっぱりあったですね。で、さらに僕らももっと盛り上げて、テロ君も言ってたように1失点目の後、もっとやるぞっていう気持ちに僕もやらなあかんし、改めて思ってたっすね。まあ、個人としては前線が点取れなかったことは後ろのチームとしては申し訳ない、あとやっぱりちょっとビビってたかなっていうのは、全体的にボール受けるのが怖い、ちょっと他人任せにしてる。で、別にボール受けて失敗しても多分このメンバーって多分そんなわーって怒ることないし、チームとしては助け合えるチームだからこそ仲間信じて自分に自信持ってプレーしたらいいと思うし、失点の部分でいうとそのジャイさんがアザスにつけた部分とか、あの時はアザスはボールを欲しくなかったのか前に蹴るんかっていう、その意思統一も意思の共有とかも大事だけど、アザスもあそこでボールが来ないじゃなくて、こういつでももらえる準備をアザスはしとかないといけないしっていうのはあるかなっていうのは感じたから、とすごい言葉は悪いかもしれないけど、相手をまあ、狩るというか、それぐらいの気持ちでね、行かないと、今後、強豪とか、すごい高校生とかやる相手に対して、試合のピッチに立った瞬間に、多分気持ちで負けてたら絶対試合負けるから、あとは、ね、僕とか、レミとかが、点取ってチームをね、もっと楽にさせたら、自然と多分後ろも気持ちも入って、守りやすくなるから、だからサッカーって結局はメンタルなスポーツで、点取ったらやっぱり、
後ろも頑張れるし、失点したらやっぱシュンってなるから、まあ、メンタル強く持って、もう結果は変わらんから切り替えて次の試合に向けてみんなで頑張っていこう。まあ、今日の試合はあの、まあ、失点したシーンを、まあ、除いては多分、ね、前の試合よりも球際はすごい戦えてたし、まあ、なんか本当全体でカバーも試合してたから、まあ、すごいそこは良かったな。まあ、直接その失点の、ね、気がつくのは俺なんだけど、いい意味で味方をちゃんと見てあげるっていうか、まあ、なんかその特徴をそれぞれみんな武器持ってるから、そこの武器を活かせるような、まあ、状況を、まあ、もうちょっと作れたら、まあ、よかったかな。そのな苦手なところと得意なところがあるから、まあ、そこを見極めて、まあ、コーチングもそうだし、まあ、その関係性を作るところっていうのも、まあ、この試合を通して、まあ、もっと作っていきたかったのかな。で逆にまあ攻撃に関してはやっぱりそのうちのツートップすごい強力だから、まあ、そこになるべくボールをまあ早く預けてあげるっていうか、まあ、そこがうちの多分生命線だと思うし、まあ、そこをしっかり活かしていきながら、まあ、できることをもうちょっと増やしていければ、まあ、もっと強いチームになるかなって思うんで、まあ、それぞれやっぱりもっともっと個人でレベルアップして、やっていきたいなと思います。自分が高校時代にやってた失点した後に一回全員で、まあ、エンジンみたいに輪になってもう一回士気を上げるっていうのやってたんで、まあ、今後そういうの取り入れて、まあ、失点した後も、まあ、点取りに行くぞ、みんなで士気を上げるようにやっていきたいと思いました。シーは周りから今日ピッチに見ながら周りから見てる、みんなで試合前に言ってたあの入りだったりそういう共通意識、その点で言えばすごい思ってたのかなっていうのは見てて感じて、やっぱ単内点で言えば絶対勝つために必要な得点が取れなかったっていうこと、チャンスが全く なかったって言ったら全然決めきるチャンスはあったし、そこ決めれないから結局失点して、まあ、失点も崩されたわけじゃないし、まあ、自分たちの自ら失点というわけで、どうしないといけないとかよりも、まあ、ミスを減らすってことで失点は減ると思うし、まあ、見ててやっぱりディフェンスライン低め、僕はピッチに立ってなかったけど気持ちっていうのはもっと持たないといけないけど、試合前に話してた点は伝わったかなっていう、やっぱり試合に勝つためには点取る部分が今回足んなかったのかな。シンプルだけど守りきる、点決めるスポーツだと思うんで、サッカーはそこをもっと取られない、決めきる、でも結果は全く変わってくるかなっていうふうに思いました。まあ、今日の試合でみんなそれぞれ思うことがあると思うんで、しっかり持ち帰って、でまたすぐ試合が来るんで、また、チームとして一人一人も成長していけるようにやっていきましょう。ありがとうございました。振り返っていこう。しゃしみんな、今日、林大学の鹿島学園の監督の鈴木監督にとメッセージもらえるってことなので、はい、すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に熱い思いを持っているチームで、今日戦って本当に良かったなっていうのと、で結果に関しては勝たせていただいたんですけど、正直最初のピンチ、逆にチャンスを決めてきたから今日はちょっと分かんなかったかな、でもしかしたら負けてたかなっていうのは正直な感想で、逆にありがとうられなかったからうちも息を吹き返して逆にいい形で点が取れたかなっていうのが正直な感想で、だから今日はたまたまかもしれないですけど、まあ次はどうなるかも分かんないですし、だからやっぱそのチャンスをお互い今度は掴んでいける頑張っていけたらなと思いますし、あと偉そうなこと言ったらあれですけど、うちの選手はそんなもともとすごい選手がいたわけではなくて、優先に上がれなくて残念ながらうちに来たって選手ばかりで、それでもまあめげずにやればできるって、もう本当にそれを信じてやればできるからっていうことだけ本当に言い続けてると、それは本当正直な、無理じゃないって言い方します。無理だ、現実的には無理だって言ってる選手ほどその現実から抜けられないみたいな、ずっと無理な世界にいるって、無理じゃないよって言って指導してるっていう感じで、それでなんかポロッとこうあるウィラップみたいなアントラスのやつも、もともと上がれなかった選手なんで、でもそういう選手がこう出てきたりパラパラと J1、J2 でも卒業して出てきてるっていうのが出てきているんで、だから今日もやってて全然
やれる熱量があるならやれるんだなって思ってて、だから本当にやれて素敵な時間で、機会があればまたっていう感じですかね、本当に。なんでこちらこそ本当に素敵な時間を戦わせてもらえてよかったと思うので、また一緒に頑張っていただきたいと思いますので、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ選手権前の貴重なお時間ありがとうございました。しっかりまたリベンジできるように頑張っていきたいと思うので、今後ともよろしくお願いします。気をつけレイプ、ということで、次の対戦相手は F リーガー選抜、はい、フットサル11対11、で意図的にはやっぱ F リーガーの選手たちってやっぱあの狭いスペースで細かいタッチとかドリブルスキルとかそういう部分が持ってるので、まあ、中盤の選手とか、ね、あの使える部分とかあのそこで学んで盗んでほしいっていうのもあるし、チームとしてはね、うちらはねもう絶対勝つっていうことはやっていかないといけないから、キャリアとか関係なくうちらまとまって勝つっていうところで、まあいいところは盗みましょう、本当に自分たちのスキルにつながるところなので、ということで頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあ本日お疲れ様でした。おはようございます。待って、やばい音した今。ここにあるわ。F リーガー相手っていうことで、まあ、やっぱ土俵で言ったら自分たちのホームのフィールドなんで、まあ、絶対に負けてはいけない相手だと思いますし、まあ、でも相手もトッププレイヤーだと思うんで、そこはいい試合になると思うんで、しっかり勝ち切りたいなって思います。それでやっぱ序列がはっきりと分かるし、出てる選手は責任感を持ってプレーしないといけないですし、出てない選手はやっぱ危機感を持ってもっと頑張らないといけないとか、そういうなんていうんですかね、競争が生まれると思うんで、すごく自分的にはいいと思います。そうですね、選手だけで集まってあって、なんか正直に意見ぶつけ合うっていうことはなかったんで、すごいいい機会になったかなっていうのは思います。この間の試合ではなんか明確に途中から入った選手がゲームのテンポ下げちゃったっていう部分があるんで、まあ、そこはしっかり、まあ、キャプテンとしても言わなきゃいけないことだなと思ってたんで、まあ、しっかり言えたかなと思います。もう少しそのボールを受けた時にもう少しチャンスにつながるようなプレー、もちろんあの厳しい時は後ろに戻すっていうことも一つの選択肢としてあるんですけど、まあ、そこで最低でも横パスとか入れれたらもっとそこからチャンスにつながるんじゃないかな。サイドの仕掛けがやっぱり僕ができる唯一の、まあ、特徴というか長所かなと思うので、もう少しその受ける前にある程度その次のプレーをイメージして、そこから逆算してチャンスにつながるようなことがもっともっとできてこれば、もっとチャンスメイクできるかなと思いました。いや楽しみですね。やっぱり僕自身なんかフットサルの技術ってサッカーにも生きる部分がたくさんあるし、それはやってても感じるし、まあ、沖縄の方でも細かい部分でもう少し上手くなりたいなっていうのがあったんで参加したりするんですけど、やっぱり全然違うのでサッカーとフットサルって。でもフットサルからサッカーに生かせる技術もたくさんあるので、そこをフットサルの選手たちからも学びつつ、でもしっかり試合では僕たちが勝てるように頑張りたいと思います。フットサルって結構サッカーしてる人から勘違いされがちなんですけど、テクニックじゃないんですよ。フィジカルとかその緩急とか、実際は細かく細かくしてる選手ってフットサルの試合ではあんまりいないので、あの体のぶつかり合いになるかなというふうに今日は見ています。でもまあ向こう即席なんで、まあ、こっちはずっとやってきてるメンバーですし、まあ、あとは向こうは体育館ではないとかボールが違うとか、フットサルはすぐにボールが外に出て1回終了したりとか、そういう時間とかもう全部こっちの方が利点が多いので、まあ、これで負けてしまうとウィナーズダメだなっていうふうに思ってます。カメラは回ってるというものの、やっぱりみんな正直な気持ちっていうのをぶつけ合うことができたので、まあ、非常に良かったんじゃないかなと。やっぱ自分が思ってることだけじゃなくて、こういった意見もあるんだなっていうのが
感じることができるんで、負けても勝ってもやっぱ反省会ってするのは大事だなっていうふうに思うので、どんどん続けていきたいなっていうふうに思ってます。まあ、個人としては前線がやっぱり点を決めきれなかったっていうのはやっぱり敗因の一つですし、あとやっぱり失点してからやっぱ全体的にこうシュンってなってしまったのがちょっとあんまり成長してないなって感じてたんで、まあ2回同じこと繰り返したんで、まあ、それはもう3回目はないことを、まあ僕も中心となって、まあ、失点するのはまあ仕方ないんで、してからのことを、まあ、全体的に切り替えさせるっていうのも僕の役目かなっていうのもありますし、その前にね点取っとけばもっとチーム楽にできたかなと思うので、まあ、うちのチームってすごい雰囲気とかいいんで、点取ったらすごい雰囲気とかよくなる反面、逆に失点したら全員がちょっとシュンってなっちゃうんで、そこだけちょっと改善したら、もっともっとチームは良くなるかなっていうのもあるので、まあ、今日の試合も含め失点してから、ずるずるいくのではなくて、まあ、成長したっていう姿を見せれるように今日頑張りたいなと思います。まあ、那須さんが最終的には、メンバーを決めると思うんですけど、まあ、誰が出ようとみんなのために、戦う、あの出てるピッチ11人がだけで戦ってるんじゃなくてチームとして戦うっていうことを、意識して、やるんで、誰が出るとか誰が出ないとか僕自身はそんなに気にしてなくて、チームとして戦うっていうのがそれが結果につながると思うんで、まあ、今日もチームとして戦っていきたいですね。おはようございます。おはようございます。今日も試合ということで、今日は F リーガー選抜と試合します。で、今日は F リーガーのチームと試合する意図としては、まあ、前目の選手とかも含めてなんだけど、ボールタッチの部分だったりそのボールを止める蹴るもそうだし、その個人戦術っていう部分でみんな吸収してほしい。特にまあレガテもそうだし、2人もそうだし、ギシもそうだし、アイムもタカもそうだし、今前目の選手って言ったんだけど、あと中盤の選手もそうだし、プレミア、ウンパ、ケイゴ、アザックもそうだし、だからそこら辺 の, そのボールの運び方とかもそうだけど、局面を打開するとかそこら辺はやっぱ特化してる選手だったから、だからそこの部分を今日の試合で吸収してほしい。あとはこれから試合が続く中で出場分数っていうのももちろん限られてきて、まあ、時には出れない選手も出てくる。だけどみんなのチームで進む上では誰一人とも欠けてはチームとしてうまくいかない。だから本当に練習の時もそうだし、試合出れる時も出れない時ももちろんその気持ち的には思うことはあるかもしれないけど、でもそこでのやっぱり行動だったり言動っていうのがチームの大きな力になるっていうのはみんな一人一人が持っててほしいから、だから出てる選手はみんなの思いを背負ってるっていうのを絶対的に忘れないでほしい。で、出てない選手もその思いを託してるわけだから、できることって絶対にあるから。で、あと出てない選手に関してはプレーの部分を見て盗んでる。で、それで練習の中で、まあ、実践もそうだけどそれを生かしてほしいっていう意図があるので、鹿島戦負けてしまったんだけど、まあ、その時に、まあ、みんなに言ったけどやっぱ悔しかったよね。俺 も悔しかったし、やっぱなんでこう負けてしまったっていうのをすごくね、帰ってフィードバックっていうかビデオを見ながらできることあったんじゃないかっていうか、まあ、それぞれに多分思ったと思うんだけど、まあ、でも本当に青森山田とは体感レベルでやった選手は分かると思うんだけど感触違ったと思うんだよ。あと一歩でっていうところで勝てなかったから悔しさがねより多く出たと思うから、これをね本当勝ちにつなげて次の試合とかにできる限りしたいから、だからね今日の試合もみんなでまとまって頑張っていきましょう。よろしくお願いします。失点することが今後出てくると思うんで、まあ、この間かけるが言ってたみたいに、あの連続失点だけ絶対に避けたいから一回集まったりとかして、まあ、流れ変えるなりして、まあ、山田の時も鹿島学園の時もやっぱ連続失点でやられてるから、やっぱそこをしっかり集まってもう一回話していけるように、そこだけちょっと覚えてください。よろしくお願いします。今もう俺外すから、まあ、稽古中心にあの一回試合前にじゃないけど、みんなでまあ意見交換じゃないけど少し話し合ってもらって、で、試合に向けていい話し合いの場ができればといいというふうに思っているので、ちょっとよろしくお願いします。まあ、俺に失敗したからジャニーさん中心で行くんでしょ。
は多分もう自由にそのものをやっていいから、うん、守備はしっかりしないといけないから、なんかいい意味でちゃんと原因そこでちゃんと探して、そうだ、で改善をちゃんと探して、うん、でもう一回気持ち出して、うん、あとやっぱ今日からあの那須さんも言ってたけど、やっぱ全員出るとかじゃなくてしっかり勝ちに行くみたいなことを言ったから、やっぱ出てる人は責任持ってやらないといけないし、やっぱ出てない人も途中から出る時とかに、うん、やっぱその出てる人以上にパフォーマンス出さないといけないし、まあ、全員がチームのことを思って行動しないと絶対チームは強くなっていかないから、そこを意識してやっていきましょう。よっしゃ、行きましょう。よっしゃ、よっしゃ。じゃあ、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 じゃいや、あれ、何番あれ、グッいいのあれ、なんかみんなちょっとやっていや、ガチよちゃんと決めようよ。あ、そうですよね。センターフォワードかセンターバックしかやんないよ。ちなみに一番整理アウトしかやんないよ。前が多いのかな。前の多いんじゃない。多い、全然後ろやるけど。じゃあ、センターバックやろう、俺。アツヤもディフェンス。おい見てる、見てる。なんかしたっけ、俺決まってから。俺やばい。こっち伸びました。俺らずっと見てんだよ。そう、こっちは最初から。俺ら最初からずっと見てる。めっちゃいいな。憧れの人ってことでしょ。憧れの人たちだよ。FC の会ってことでしょ。いや、ほんとびっくりして、あのレジェンドチームとか、まあ、青森山田とか、草サッカー大会とか僕全部見てたんで、嬉しかったです。はい、YouTube で全部は見てないんですけど、何度か拝見させていただいたことがあります。はい。あの、ウンパルンパ選手が、中盤ですごい、いいプレーしてて効いてるなっていう風な印象を覚えています、はい。まあ、フットサルでいつもやってるんで、まあ、当たり前ですけどサッカーで試合っていうのはやっぱ慣れてないものですけど、まあ、トッププレーヤーとして負けられないですし、試合としては勝ちに行きたいですし、自分自身も昔はサッカープレーヤーだったのでいいプレーを見せるように頑張りたいと思います。はい。この企画を聞いて知りました。青森山田との試合のやつを見て、すごいバチバチやってるなって思いました。F リーグを代表としてやるので、まあ、絶対に負けないように突破力出して頑張っていきたいと思います。すいません、知らなかったです。その知らない相手とやるのがなかなかリーグでほとんどこう知った仲間とやって研究してどういう特徴があってって分かってる試合がすごく多いんで、どんなプレーしてくるのか、どんな特徴があるのかビビってますね。そうですね、僕がこのチームでいったら最年長になるんですけど、僕も体育会のサッカー部大学までやっていてという状態だったんですけど、みんなはもしかしたらそのフットサルしかやってないっていう選手もいると思いますし、ただ僕が大学サッカーやってたのもかなり昔で10年以上前なので、それがどこまで通用するのか僕らもチャレンジさせてもらうという感じですね。正直最初は知らなくて、で今回あの撮影のお話をいただいたときにあの拝見させていただいてっていう感じです。はい。そうですね、フットサルはやっぱり狭くてあのディフェンスとの距離が近いので、そのプレッシャーの中で常に僕たちはプレーしているので、まあ、サッカーはコートが広くて、まあ、ディフェンスとの距離がある分いつもよりはプレッシャーを感じずにあのプレーできるんじゃないかと思ってますし、まあ、狭い局面での崩し方とかそういうところのアイデアはすごい豊富なのかなと思ってますので、まあ、すごい個人的には今日楽しみに来ました。はい。オッケー、ちょっと挨拶行こうか。はい、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 いや、キンキンさ、これがさ、03で負けたりしたらマジよくないよ。試合になんだろう。いやマジで。いやマジフットサルしましょう。このルーズボールとかさ、こうなんないの。なるなる、絶対なる。それをチームメイトで笑った瞬間負けるから。そう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 。あー、絶対笑うじゃん。朝してたらなんか絶対笑うじゃん。あるさ行くしかない。何やってんだよ。それをキーパーやる可能性ある。キーパー気をつけろ。これはマイク、マイク、マイク、マイク。今日は
方、こちらです。ありがとうございます。よろしくお願いします。気をつけ、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。F リーグ代表してきました。全力で頑張りますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フットサルをやっぱり僕のチャンネルかじらせていただいてるんで興奮するっすね。怖いっす、緊張します、嬉しいです、楽しみです、最高。フットサル選手がサッカーする絵なんかほぼ見えないよね。珍しいです。確かに。もうアップ始めるけど、軽くジョギングから。オッケー、ジョギング行こう、ジョギング、ジョギングして、じゃあこの中でこう体を動かして体の感触確かめながら、距離による。ヘナとかだったらどんどん引いてくれた方が楽。あ、確かに楽しみですね。なんだろう、サッカーのまたドリブルの仕方とフットサルのドリブルの仕方と違うと思うんで、その中で絶対サッカーでも使える要素ってたくさんあると思うんで、海外で活躍されてるプレイヤーたちもフットサル経験あってとかっていう足裏の使い方とか上手いので、その辺もちょっと見ながら盗めるところは盗んでやっていきたいと思います。もっともっとネット出して、あっちゃん、めちゃくちゃ広かったです。2年前までは普通にサッカーの高校生だった。最初になったんですよ、びっくりするぐらい広いです。ボールもやっぱちょっと弾むし、意外と重たく感じました。久しぶりに蹴ってみて、いや全然いけます、蹴らんないんで。ありがとうございます。これ週だし、あ、めっちゃ楽しいですね。まあ、フットサル長くても 40m しかないんで、開放感があって楽しいです。あ、なんか思ったより弾まないかなっていうのはあります。ただそのフットサルボールかは弾むことは間違いないので、まあバウンドに気をつけてプレーしたいなと思います。フットサルは体育館でやるんですけど、でもそのフットサルコートの芝はこういうとこも多いので、割といつも通りできるかなと思います。20年弱ぶりぐらいなんですけど、こんなちゃんとサッカーボール、ボールは意外と弾むっすけど、もっと弾んでるイメージだったんで、なんか意外と大丈夫かな。でもそれがプレスある中で感じると、なんかまとめつなんで、ちょっと、まあ、思ってたよりって感じです。まあ、ちょっと出さないと。ただ、そのスパイクなんで、やっぱちょっと、ボールっていうよりか、その止まるクイックの部分とかが、ちょっとだいぶ違うかな、いうぐらい。いや、もうでもみんな見てもらったら分かると思うんですけど、もう相当、まあ、単純に楽しいんで、まあ、勝負事も好きなメンバー、そろってるんで。
で守備の部分は、マキ、コージョンもそうだけど、ライン調整っていう部分だったり、コンパクトさっていうところ、あと、相棒でさらにやってみたけど、自分から引き出すんですよ、攻撃の部分が、自分から動き出すとか、それは逆に出しては逆だよ、自分からボールを要求するっていうか、相手を動き出させるようなパスを出してあげるとか、お互いが求め合うっていうのを今日、特にやっていきたいので、で本当に、結果にこだわってね。みんなでまとまって勝ちましょう。はい、入り入り。ちょっと前ですよね。ミスか。めちゃくちゃ。ちょっとまずあれだね、ディフェンスのとこ、ちょっとプレス行くとこはちゃんと行って。いやこぼれ球拾って。あれ意外とあとサイドで行きたいってされて中カットインサポート来てね、ご覧ください。オッケー。あと守備だよね。いや守備は。守備ですね。はい、どうします？あとこのストーンの前に。なかった、ライン際投げてクリアさせて高い位置、それでいこう。オッケーです。で、コーナーで1点。オッケー。
遠慮なしね。おい、シュート。だから前線マジシュート。任せて。今日絶対負けられないから。よし。よし。二連敗も絶対ないよ。よし。ゴー、ウィナー。ゴー。サッカー VS フットサル、まさに異種格闘技の試合が始まろうとしています。今日のために現役 F リーガーたちが集まりました。このゲーム実況担当は下田恒幸です。前回鹿島学園に0対2で敗れたウィナーズ、その試合で見えた課題点を修正し、今日は何としても勝利という結果をつかみたいところ。現役 F リーガーが相手とはいえ、サッカーという自分たちの土俵で戦うからには負けることは許されません。一方 F リーガーチーム、現役バリバリのプロフットサル選手たち、過去にはサッカーをしていた選手もいます。サッカーの名門校出身の選手もいます。フットサルで鍛えたテクニックと連携をサッカーのピッチでも表現することができるのか。両チームリスペクトを持って健闘を誓い合います。どちらも負けられないプライドがあります。ウィナーズのスターティングメンバーです。フォーメーションは 4-4-2、 ゴールキーパージャイアント和樹、ディフェンスライン4バック、右からかける康二郎、牧彦、梅ちゃん、中盤は慶吾とウンパルンパの2枚、右ウィングに翔ちゃん、左ウィングに拓也のレガテコンビ、そして歩と高の2トップです。 F リーガー相手に歩、慶吾、翔ちゃん、拓也のウィナーズを代表するテクニシャン勢はどれほど通用するのでしょうか。一方の F リーガーチーム、こちらは現役バリバリのプロフットサル選手たち。フォーメーションは 3-4-2-1、 3バック、右から劉敦、荒牧太郎、荒井優生、中盤ボランチ2枚に内村俊太、内田俊太、ウィングバック、右に堤優太、左金沢空、トップ下2枚高溝玲馬、高橋光大、そしてワントップ上村敦也です。注目選手は細かいタッチとスピードあるドリブルで翻弄する金沢空、そして同じくドリブルが得意のテクニシャン内田俊太、ワントップに入る高精度の左足が持ち味の左足の貴公子上村敦也です。さあ今キックオフです。自分たちで負けてるって。今までやってきた半分も出せないんですね。全然。うちらが本当にまとまった時の力って相当なもんあるから、もう。だからもう一回締め直して後半。もう一回ね、一からやっていこう。よっしゃ。
味。